こんにちは、葵ちゃんです。葵です。今日はね、うん、初音ミクのこのバニーを紹介していきたいと思います、うん、イエーイ。はい、じゃあもう早速ね、もう持ってるから、うん、はい、じゃーん。このバニーめちゃくちゃ可愛いの。可愛い。これね、まだちょっとだけ新しいタイプのバニーなんですけど、もちろんね、この谷間お胸もとっても可愛くって、うんうん、この腕とかね、ちょっとなんか可愛いの。そして私が一番好きなのがこれ、タイツ、タイツ、本物のタイツを履いてるの。これね、ほら見えますか、本物のタイツ履いてます。すごい、すごいよね。リアル。こんなタイツをちゃんと履いて、そしてね、一番のポイント、これへそ、へそが見えてる、へそが見えてるくぼみ、うん、超かわいい。え、これってミクって書いてあるけど、本当に初音ミク？なんか初音ミクをキャラ的にはすごい好きなんですけど、うん、ちょっとあんまりわかんない、情報を知らないんですよ、うん、だけどこうフォルムがね可愛いから、うん、ミクが可愛いからミクが好き、うん、すっごい安かったの。これってだいたい、うん、だいたい2000円ぐらいするじゃないですか、うん、900円でゲットできました。安い、安いよね、うん、そしてやっぱり一番のこのタイツとこの尻尾、可愛くない？超可愛い。尻尾超可愛い、うん、そしてこのここの何か角度っていうか、ここのお尻らへんが超可愛い、うん、そう、めちゃめちゃ可愛い、好きです。すごい、なんでこんなにおっぱい大きいの？なんかさ、初音ミクってもうちょっとこう華奢な体型してなかった？そういうイメージ、ね、ちょっとわかんないので後で調べてみましょう可愛いんで。あとはね、じゃーん、これ最初に出た時もう本当に欲しくて欲しくて欲しくて、これ3000円ぐらいするんですよ今。高い。プライズで3000円高いイメージだよね、うん、なのですごい可愛いの。これ顔も見て、可愛い、顔も超可愛いし、このね、可愛い、可愛い、可愛い、そしてこれすごい可愛い、すごい躍動感がまたね、うん、半端ないよね。そしてこのね、うん、タイツがちょっと曲がっちゃったけど、またこれも本物、本物、ほら、すごい、タイツ本当に履いてるんですよ。めっちゃ可愛い。漫画でね、うん、なんかその着せ替え人形恋をするみたいな、あ、ちょっとタイトル間違えてたらごめんなさい、そのやつがすごい可愛いから読んでみて。着せ替え、そう、着せ替え人形恋をするみたいなやつがあるの、うん、ちょっと後でね調べてみよう。ちょっとね、読んだらね、もうレビューしましょう。で、お尻かわいいね、かわいい、ほんとに、うん、そしてこの髪型もまたかわいいよね。すごい、うん、これは一目惚れして超頑張って撮りましたでもね、これ多分ね、うん、超頑張ってとか言ってるじゃん、うん、お店のお兄さんに相談して撮れなすぎて、アドバイスをたくさんいただいて、多分ね400円ぐらいで撮らせてもらったんですよ下手くそすぎて、私が下手くそすぎて、すごいアドバイスをもらいました。ありがとうございます、本当にお世話になりました。かわいい。なのでね、意外とお店のね方も優しかったりもするので、すごい撮れなかったら相談してみるのも手だと思います。超かわいくない？かわいい、やばい、かわいいこのさ、白黒で可愛いね、水色も似合うし、うん、いい。あとはね、これじゃーん、かわいい、色違い、そう、色違いなんだけど、顔も見て、ほら、あ、顔もちょっと違う、すごいかわいいな、顔もかわいい、超かわいい。でね、さっき後ろについてたこの髪飾り、うさぎ、うん、これ何、うさぎのやつもピンクだし、うん、かわいい、前から見てもちょっと見えるね、これ、うんうん、かわいいです。そして白い感じ、うんうん、でまたね、このお尻らへん超かわいいので、手をねこんな広げてる感じ、かわいいです。かわいい。そして私ね、このお尻のさ、うんうん、このプニッとしてる筋があるじゃん、下の、うんうん、このお尻と太ももの間がかわいい、がかわいい、そう、かわいい、いや、かわいい、可愛いです、すごい、やっぱり足が綺麗だね、足が綺麗だっていいよね、美脚すぎ、うん、これすごい、こんなことある？
可愛い。ほらこれもねタイツを履いてます。最近のやつフィギュア本当にすごくてびっくり、こんなにクオリティ高い。そしてね箱もでかいんですよ。本当に箱がでかくてこれ取れないよ、あれ普通にやってたら。本当に皆さん取れてる方すごいと思いますね、うん、もうねめちゃめちゃねいい、かわいい、取れてる人すごい。超かわいい、かわいい、かわいい、もうかわいいよ、どうしよう。それでこれね、うん、このフィギュアたちを撮るのはこの台頭でね撮ってください。台頭にあるかわかんないけど、うん、セガとかにある、ね、そうなんかどっかにあるのでゲーセン寄ったら行ってみてください。私これ大好きなの、うん、超可愛くない？この台頭くんのやつね教えてもらったんですよ、なんか名前を、うん、でもちょっと忘れちゃった。そしてこっちも可愛い。そう、台頭のやつ、台頭くんを持ってるやつ。こっちが新しい衣装、うんうんうん、最近これだよね。そうだね、すごい可愛いね。可愛い、めっちゃ可愛いです。なので今日はこの初音ミクのねバニーが可愛すぎるっていう紹介でした。今日もね最後までご視聴いただきありがとうございます。次は何を紹介しようかな、どうしよう、どうしよう。なんか雑談とかもね結構出す予定なので、なんか喋ること喋ることって難しくない？難しい、すごい難しい。最近見たアニメと最近好きなラノベと漫画とっていろいろねそっちの趣味の方をねやっていこうかなって思いますので、じゃあまた次もよろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録と高評価を押してくれてる方本当に嬉しいです。なんかちょっと開くと気持ちが不安定になっちゃう時があるのでちょっとこうズーンと落ち込んだりね、そういうのでもコメントくれたりとかいろいろ声かけてくれるとすっごい嬉しかったので、コメントの返信が遅いのは申し訳ないんですけど、すごい元気をもらってることは変わりないので本当にありがとうございます。ありがとうございます。超嬉しいの、ね、本当に嬉しいの、ね、言葉じゃ伝えきんないほど嬉しいから、どうすればいいかわかんない、ね、なのでそんな ぐらい嬉しいですはい、じゃあ今日もありがとうございます。次の動画もよろしくお願いします。お願いします。またねー、バイバイ。